昔昔、峠の山奥の村に、カスケとチズという親子が、それはそれは仲良く暮らしておったそうな。あの山の村には、茶原ヶ池という池があってな。昔からその池に入った者は、生きては帰らねえっていう噂だ。あんで、もうすぐ日が暮れる。はよ帰らねば、父ちゃんが心配するだ。ええ、これが人形だってさ。ボロボロの木くずじゃないの。やあね、この子。私の人形返して。その子に人形を返してやれ。まったくなんて子だろうね。井戸まで水を汲みにやらせたら、今度はお金を落としてきただって。旦那、舐めてもらっては困りますな。こう見えてコゼットは私たちにとって大事な子でしてね。